ドリトル先生シリーズ、ドリトル先生シリーズの登場キャラクター、ドリトル先生アフリカ行き初版本の内扉、ドリトル先生シリーズの登場キャラクターでは、ヒューロフティングの児童文学作品、ドリトル先生シリーズに登場する人物と動物について記述していく。人物、動物の名称は原則として、いぶせマスジ役の岩波書店版により原文の名称を括弧内に併記するが、 特に必要な場合は、河合正一郎役の角川翼文庫版における名称を本文中に記載する。また、各館の表題は岩波版のものに統一する。中期で参照する本編中の描写に関しては、版や役者によりページ数が異なるため、ページ数ではなく第一部二章のような形で表す。イングランド西部スロップシャーの田舎町。 沼のほとりのパドルビーにあるドリトル家の屋敷に住む、あるいは過去に住んでいた人物と動物たち。ドリトル邸に住む、人物先生やスタビンズの故郷である沼のほとりのパドルビーの住人たち。ドリトル家の外に住み、先生に協力する動物たち。先生に協力する鳥たち。ロンドンスズメロンドンの街に暮らす、スズメたち。ツバメカナリアオペラ、キャラバンにおいて、先生が、 ロンドンで上演したカナリアオペラに出演した鳥。その他の鳥ジップが主催する雑種券ホームの会員やその他の先生に協力する犬たち。雑種券ホームジップが先生の広大な庭に設けられた動物園の一角で主催する雑種券のための共同施設。純血種の犬は原則として入会を許されないが、 その理想的環境から雑種でない純血種のい犬が入居を希望して飼い主とトラブルになることも多く実際に純血種の犬が少なくとも3匹は特例で入会を認められている。当日のネズミクラブ物語と同様にホームの会員である犬たちの体験談をまとめた雑種券ホーム物語集という本も作成されておりこの本には 郵便局で披露されたジップが骨貸し屋を開業し画家のジョージ・モーランドと再会した際のエピソードも収録されている。その他の犬ネズミクラブはかねてから白ネズミが設立を考えていたネズミ家のためのクラブ。先生がネズミ専用の文字を考案し、スタビンズがスタビンズスタビンズ書店名義で豆本を。 印刷したことから、園内の施設でも特に発展を遂げ、ネズミのライフサイクルに合わせて、年1回でなく月1回、クラブの設立日を記念して、月々記念宴会が開催されるようになる。その宴席で、ホテルに住んでいたネズミの冒険館が披露され、好評を博したことから会員が毎晩、交代で体験談を語り、ネズミクラブ物語 U 本にまとめられることになった。先生が、 サーカスで解説した、引退した、辻馬シャバ、ニューマシャバの会の会員や、入会を予約している馬たち。第1巻、ドリトル先生アフリカ行き、第3巻、ドリトル先生の郵便局、第10巻、ドリトル先生と秘密の湖に登場する人物と、動物。先生が悲観のために再び西アフリカへ航海へ出た、際、郵政大臣に任命された、ファンティボ王国と、 周辺地域の関係者。ファンティポとその周辺の知識については、ドリトル先生の郵便局作品の舞台を参照。ファンティポオケファンティポ周辺の人物大洪水の物語にまつわる人物と動物は、ドリトル先生と秘密の湖、大洪水の物語にまつわる人物、動物を参照。第2巻、ドリトル先生公開記のみに登場する人物と動物。 第2部において、人目を避けるように陰性し、ヨステ人と呼ばれていたるかが、殺人容疑で逮捕された事件の巡回裁判に関係する人物。旅重なる密行者のせいで、食料を不足に陥った先生の一構が立ち寄った、カパブランカ島は、スペイン領だけあって闘牛が、盛んに行われているが、先生はイギリスで盛んなキツネ狩りと同様に闘牛を、 野蛮な悪臭と断じて嫌をしており、なりゆきで闘牛の全面禁止をかけて、本職の闘牛士と対決することになってしまう。先生の名前、ジョン・ドリトルはスペイン語に直訳すると、ジュアン・ホガポーコとなり、島の子供からはこの呼び方で生やし立てられていた。第4巻、ドリトル先生のサーカス、第6巻、ドリトル先生のキャラバン、第11巻、 ドリトル先生と緑のカナリアに登場する人物と動物。サーカス団の協力者、ドリトルサーカス、あるいはその前身であるブロスサムダイサーカスの協力者。カナリアオペラで主演したピピネラの飼い主や、その他のピピネラに関係する人物や動物。団員や協力者以外で、ドリトルサーカス団長時代の先生に関わった人物。ドリトル先生と月からの使いで、先生が、 動物や魚介類に続き、1837年にアメリカでサミュエル・モールスが発明した電信機を改良した大掛かりな実験装置を使用して会話を試みた昆虫たち。その他、海層に登場する人物など、ありがとうございます。